皆さんこんにちは、スジローです。毎週恒例紹介銘柄週刊報告をさせていただきます。先に自己紹介をいたします。スジローの米国株ノートを運営しています。 YouTube では主にアメリカ株の有料個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、ノートを中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。また名社会員です。名社やプライベートに関してもブログでたまに書いていますので、よかったらご覧ください。この動画では紹介銘柄の週間騰落率、来週の株価展望、スジローの今後の投資戦略について紹介していきます。まずはロイヤリティファーマです。今週は下落、週間騰落率はマイナス 1.9% です。次の銘柄はアーダスバイオファーマです。今週も上昇、週間騰落率はプラス 5.4% です。来週の株価展望を紹介します。ロイヤリティファーマは2週分の下落です。新規ニュースはありませんでした。11月8日決算発表予定です。アーダスバイオファーマは2週連続の上昇、第2層臨床試験の過程が報告されました。特許裁判はモデルナの1498条主張が棄却され、アーダス主張による判断が再開しました。11月9日に決算発表予定です。個別株の推移を確認します。今週小型株は全体的に厳しい印象でしたが、アーダスは裁判進捗により上昇、来週もこの傾向が続くか確認が必要です。今後の投資戦略についてお話しします。週間騰落率 S&P500 マイナス 3.35%、 ナスダックマイナス 5.56% でした。今週は FOMC がありました。具体的なガイダンス提示はされませんでしたが、市場予想から大きく外れていない印象です。しかしパウエル議長の発言では金融市場の上昇を止める厳しさを強調した内容でした。そのため相場は大きく下落しました。また金曜日の雇用統計は失業率が上昇したものの、雇用者数及び賃金加速は依然として強く、大きな変化は見受けられませんでした。最後にスジローの来週の投資スタンスは冷やや動きを維持です。来週は CPI があります。 CPI では全体の数字は下振れする可能性がありますが、未だ高い水準であることや原油価格最高騰が見受けられます。楽観的な姿勢にならずに全体感を確認していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また友達や周りたちもぜひ進めていただけると嬉しいです。ノート、ツイッターも毎日相場について更新しているのでフォローお願いします。以上、スジローでした。また見てください。